内田彩 J カントリー。皆さんこんばんは、内田彩です。さあ今週も始まりました、内田彩 J カントリー。この番組は私内田彩が楽しいトークと素敵な音楽を KBS 京都から生放送でお届けする30分です。今日はちょっと暖かい感じがしますけれども、花粉が飛び出してますよね。ね、さっきもなんかスタッフさんといろいろ喋ってたんですけど、目かゆかったり鼻がちょっとムズムズしたりなんかして、そろそろ来たんちゃうかなんてね、ありますよね。はい、まあ頑張っていきましょう、花粉症の皆さん。さあ今日のメッセージテーマはですね、受験の思い出。センター試験が、今センターじゃないのか、もうセンター、もう私の時はセンターだったんですけど、大学一次とかなんかそんなんとか、いろんな、なんか名称ありますよね。はい、まあ、それが先月やったと思うんですけれども、ね、いろんな思い出、私ももう受験といったら頑張りましたよ。センター試験も受けて、そう、その後の二次試験とかも受けて大学生になりましたけれどもね。まあその大学の試験以外でもね、何でももちろん受験の思い出、皆さんいろいろあると思いますので、ぜひ送ってきてください。生放送でお届けしてますのでね。お便りの宛先はメール aya@kbs.kyoto、 ファックスは 075-431-2300。 また KBS 京都のホームページにリンクされている番組ホームページのお便り送信フォームからもメッセージを送っていただけます。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で3名様に番組オリジナルステッカー、そして BS ファインのサンプルリストバンドリパンフレットをセットにしてプレゼントいたします。ですので住所とお名前もね、一緒にプレゼントご希望の方は書いて送ってきてください。よろしくお願いいたします。それではこの後6時まで内田彩とお付き合いください。この番組はキルガン万浴 BS ファイン鴨繊維の提供でお送りします。鴨繊維という会社をご存知ですか？日本から体の冷えをなくしたい、そんな思いで新機能素材キルガン万浴 BS ファインを生み出しました。1年365日あなたを冷えから守りたい、繊維の力で明日を変える、鴨繊維株式会社。内田彩アルバムあなたの板町、アメリカブランソンのミュージシャンたちと作り上げたハートフルなサウンドがあなたの心に響き渡る。内田彩6枚目のアルバムあなたの板町、詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトにて。J Country。 まずは一曲お聴きいただきましょう。内田彩でラストトレイン。
KBS 京都からお送りしています。あなたの体を冷え疲れから守るキルガン盤浴 BS ファイン、先日昨日までですね、大丸京都店で体感販売会開催されてましたけれども、私も行ってきましたよ。はい、あのリスナーさんともバッチリお会いできた方もいらっしゃったりなんかして、会いましたよ。はい、なんかね、いろいろメッセージも来てるんですけども、また後ほど紹介していきたいと思います。というわけで今週もこの方とお電話がつながっております。 BS ファイン鴨繊維株式会社代表取締役の角野光俊さんです。もしもし。こんにちは、というこんばんはですね。もうでも、でもちょっと明るくなってきましたもんね、はい、本当に。そうですね、間ぐらいかもしれませんね、はい。昨日はこちらすっごい暖かい日だったんですね。あ、そうなんですか。すっごい暖かかったんですか、はい、でも、今開発している、はい、あの布団メーカーさんに行ってたんですけどね、広島まで、はい、もうポカポカの小春日和でしたね。なんかちょっともう春っぽい感じが、ね、そうですしますよね。でもやっぱり明日からまた寒くなりそうなので、まあ言うても2月なんでね、はい、で先月末で、はい、実はあの一番人気のレッグウォーマーが、はい、なんと152万足を突破したんですね。152万足、はい、でさらに、はい、ウエストウォーマー腹巻きですね、はい、これが63万枚、すごい数ですね、はい、だから本当に皆さんに口コミで広げていただいてるんですね、はい、いやでもそれがなんかリアルな声でやっぱりね、どん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 広がっていくポイントなのかもしれないですね、はい、本当にありがたいっていうんですかね。ですからあのお客様 の, あの今私どもに何らかの形で関わっていただいた方でも、はい、もう120万人近いお客様に関わっていただいたので、本当に日本国民の100人に1人が BS ファイン何らかの形でご愛用いただいたという、すごい数です。でもね、これ最初にできて販売した当時には夢にもよりませんでしたからね、だってで何年前ですか最初って。最初開発のスタートから今21年目なんですね。で4年かけて作って、はい、ですから実際には16年ぐらい前から商品開発をしだして売り出して15年ぐらいですね、はい、一番最初の、ね、販売会とかはもう全然人も、そうです、そうです、その頃はさあ販売会に行くと、実は岡山駅前でやったんですね、はいはいはい、で一人ではダメだからといって、うん、3人で行きましたね。売れたのがネックレス1本です。それから、ね、全く本当に商品のことを誰も知らない、会社のことも知らない、そこから本当にねコツ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 やり続けて、で多くの方に応援していただいてここまでなった、もう結構周りでもやっぱ BS ファインって、あ、知ってる知ってるって方本当増えましたしね。そうですよね。ですから私あのこう言ってラジオによく出てるじゃないですか、はい、で時々話をしてると、はい、あれもしかして鴨繊維さんですかって言われたことが声でバレる。
なるほど。いやでもすごい本当にね、いろんな商品がありますけど、あの先日その大丸京都店でもあの、はい、リスナーさんもたくさん来ていただいたようでして、あのその中でメッセージもねいくつか届いて、はい、ちょっとお一人紹介させていただきますね。妖怪地の大田子さん、あのお写真付きで送っていただいてるんですけど、行ったよっていうのをね現場で撮ってらっしゃるのがあるんですけれども、この方大丸京都店での販売会に行ってきました。残念ながら予定していたメンズルームウェア&パンツ、そしてメンズストレートストレッチパンツの商品がなく、膝サポーターとニット帽を購入いたしました。今月に長浜市にあるヨゴ湖にて人生初めてのワカサギ釣りに挑戦するので、寒風吹きさぶ湖上での釣りですので、早速ニット帽が活躍するものと存じますというふうに届いております。はい、多分ですね、はい、膝サポーター圧倒的にあったかいので、はい、ですから、インナーウェアとかもお持ちだと思うんですね。はいはい、で防寒だけしっかりしていただいたら、暖かさとか冷え方が全く違うと思います。冬の BS ファインをこうやってこう重ね合わせるか、そうです、重ね着をするか、うん、外側からしっかり保温、あの防寒をするだけで、はい、で通常そうしてしまうとやっぱり暖かい冬の商品っていうのは汗かいたりね、蒸れて逆に体が冷えるケースがあるんですけども、はい、BS ファインそんなこと全くないですからね、美味しいワクサギが釣れると思います楽しみですね。ね、これは楽しみですね。唐揚げにして食べたいですね食べたいですね。で明日からまたね本当に寒くなりそうなんですが、はい、うん、実は BS ファイン本当に多くの方にご利用いただいてて、はい、まあ、デグオーマとかウエストオーマっていうのはこう広告もしてますからよく売れていくんですが、はい、実はねソックスがすごいよく出てるんですね。ソックス、BS ファインの靴下、いろんな靴下、ね、種類ありますけれども、でそうなんですね、不思議なことに、はい、最初買われたソックス、今日私実はケコンのソックス、はい、ウールとアクリルで保温したソックス履いてるんですが、いいですよ、私はこのソックスを一番真冬はよく履いてるんですが、はい、このソックスばかり買われる方とかですね、あ、それからウォーキングソックスばかり買われる方とか、あ、から、最近の一番人気はしっとりポカポカソックス、これ、まあったかいだけではなくして、はい、足首にゴムがないから締め付けず、うん、さらにあの米ぬか繊維が入っているので、これめっちゃいいですよね。足を、ね、しっとり保湿する、寝る時にもこう履けて、そうです、そうです、でも日中にも使えて、そうなんです、ゴムの締め付け全然ないのにずれなくてみたいな、そうなんです。だからあの我が社の社員、女性社員のナンバーワンの人気のソックスなんですが、そうなんですね、これね、裏技を言いますとね、はい、例えばかかとがなんかカサカサになったりひび割れしたりするケースあるじゃないですか、はい、あ、もう冬場なんてめっちゃありますよね、特にね、ありますよね、はい、そういう時に履いていただくんですね、はい、でワンポイントアドバイスとして、はい、一度ね保湿クリームを塗っていただくんですよ。あ、履く前に保湿クリームを塗って、 それで 2,3 日履くときっとね、はい、しっとりしてくると思います。まあ、米ぬか繊維もね入ってるということなので、ええ、さらに BS ファインでこう冷え知らずぬくもりで、そうです、だから夜をお使いになる方とか、はい、まあ、私どもの社員もう真夏も、ね、冷房対策とかで使ってますので、まあ、一年中なんですけどね、どれもが、まあ、BS ファインの、ね、商品どれも年中使えますけども、このソックスは、はい、あのウールもちょっと入ってるけれど もう本当に年中着用できるって感じですね。でそれとやっぱりあのソックスってどうしてもね、夕方になって脱ぐと匂いが気になる方も多いと思うんですね。で一般的には、うん、あの抗菌防臭とかね、はい、そういった形であの匂い対策をされているものが多いんですけども、はい、BS ファインそのものに抗酸化機能があるので匂いにくいんですね。それありがたいですよね、冬場特に蒸れたりね、うん、しますもんね。私は、まあ、テスト的によく履くので、はい、新しいソックスができると、はい、実はあまりこんな放送では言えないんですけど、はい、履いて必ず夜あのどうなったか、ね、確認テストするんですけど、ね、うん、で一番、匂わなかったのが、はい、ウォーキングソックスですね。だからそれぞれのソックスにやっぱりあの糸のその BS ファインの量が少しずつ違いますのでね、なるほど、うん、だからぜひそうやって使っていただければ
明日から寒い日でも快適に過ごしていただけますし、ね、足元重要ですからね、冬場の寒さ。で、ケコンのソックスとか、はい、ウォーキングソックスであれば、はい、先々週札幌にいたんですが、はい、あの寒い極寒の札幌の上を革靴で歩いても寒くなかったですね。絶対革靴って寒いですよね。寒いです。寒いのに、しかも今札幌とかめちゃめちゃ寒そうなのに、雪がね本当に多いですから、ね、道大通りのところでも、はい、札幌って基本的に3車線ぐらいあるんですね。はいはいはい。で実は外側の1車線は、はい、あそこ雪を積むとこなんですよ。あ、排雪用の車線なんですね。はい。で高いところ4メーターぐらいあります。すごい。で今年はなかなか雪が多いので、はい、そうですね、本通りは空いてるんですね。うーん、速道は雪がやっぱり残っただけで、私どもの工場が札幌市内にあるんですが、はい、窓のところ横に窓があって屋根から雪が落ちてくるんですが、はい、5メーターありました。もうなんか雪国ってすごいですよね。改めてなんか窓はすると窓は開けてないんですね。うわ、内側から窓を見ると、まあ、格子で雪が来ても窓が壊れないようになってるんですがすごいな。いやでも外は雪です。そんな寒いところ革靴で、でも BS5 の靴下だったら大丈夫。大丈夫です。いやでも本当カジュアルソックス結構これもね私すごく愛用させていただいてますけども、すごくあったかいので、はい、冷えないし蒸れないし似合わないしお気に入りの一つなんですけれども、まあ、いろんなね、まあ、ピリングができますけど、あ、ね、まあ、でもこうネットに入れて洗濯していただいてね、はい、はい、愛用していただけたらと思います。まあ、いろんなね本当商品があるんですけれども、この無料のいろんな、ね、商品が載っている無料のパンフレットがありますので、ぜひ皆さんまずはお電話ください。BS5 のサンプルリストバンド1枚セットでお送りいただけますのでね、手首や足首にはめてみてください。キルガン盤浴 BS5 のお問い合わせ先です。0120-259-789 カモ繊維までお問い合わせください。もちろんインターネットでねキル岩盤浴とか BS ファインでも検索していただいたらホームページもございますのでチェックしてみてください。そして明日からですね、阪急梅田本店の9階そして山陽百貨店の西館2階で、体感販売会実施されますので、ぜひお近くの方ね BS ファインの商品実際に手に取っていただけますので見に行ってみてください。阪急梅田本店9階と山陽百貨店西館2階明日からとなっております。というわけで社長またいろいろ来週もお話聞かせてください。はい、ありがとうございました。KBS 京都ラジオから生放送でお届けしております内田彩 J カントリー。今週のメッセージテーマは受験の思い出でございます。はい、行きましょう、琵琶湖さん、初めて受験したのは全寮制の専門学校。不安を振り払おうと受験を決めた時から勉強を頑張る日々でした。面接は何を話したか緊張で覚えてないぐらいでしたと。まあそりゃ緊張しますよね。私も緊張した。なんか受験の時はなんかね独特の緊張がありますよね。わかる。ジェベゾーさん、高校受験の合格発表の時、発表を見に行くのに同じ電車に乗り合わせたクラスメートと歩いていると、すでに発表を見たクラスメートが校門で待っていて、あ、みんな受かってたで、こっちこっちとご丁寧にも張り出してあるところまで連れて行かれました。確かに合格でした。でもね、今でもテレビの合格シーンを映しているところ、あったやったあったあったやったとか、あったキャーっていう歓喜シーンを見るたびに、あー俺もあんな風に自分で番号を探してみたかったなとちょっと残念な気分になります。確かにね、ちょっとそういう状況でね見に行ってわーとか言いたいですよね。私はインターネットで番号見ましたね。うん、だから家で見て、家でわーって言うてた感じでした。そう、でもやっぱね掲示板で見に行くのってまたちょっとちゃいますもんね。受かってたらいいんですけど ね、はい、ブーニャンさん、数年前喫茶店のママさんにそそのかされて京都検定3級を受験しました。自己採点通り合格しました。その数年後山科検定にも誘われましたので、当てずっぽういっぱいしていましたのでダメやと思ってたら悪運悪く3級に合格してましたと。なんかいろんな試験あるんですよね、こうやって見てみるとね。あっきゃんさん、受験の思い出、ある推薦受験で行きたかった学校がありましたが、
担任からあるクラスメートに枠を譲るように言われました。今でもショックです。人生変わりました。とこんなこともあるんですね。まあ、推薦枠って人数とか決まってるから。そうか、まあやね、それは人生いろいろっすよね。森山塾さん、受験勉強頑張っていたら毎晩おばあちゃんが夜食を作ってくれました。温かいおじやが美味しかったのを思い出します。徳兵衛丸さん、高校受験の時合格発表ドキドキしながら見に行ったら、学年主任の社会の先生が心配して先に行っておられ、校門に入ったとこで、おー徳兵衛ちゃん、ちゃんと合格して番号載ってるし、番号確認したら入学手続き資料もらって学校に帰ってきてなと、先に合格してること言わんといてなと思いながらも、忙しい中、勉強をいろいろしてくれた先生方に感謝で高校受験の楽しい思い出でした。とやっぱり皆さんなんかあれですね、番号見る前に言われるパターン結構あるんですね。そうかそうか。ひーちゃんさん、3月8日9日はめいっ子の高校受験日です。大好きなあやちゃんの CD を聞きながら受験勉強頑張ってる。ああそうなんや、頑張ってと言ってるのでエール送ってやっていただけると嬉しいですと。いや、ひーちゃんさんのめいっ子ってもうあの子そんな大きなったんですね。そうかね、いや頑張ってください。 BGM そこそこにね、なんか知ってる曲聞いてたらこう歌ってしまいません？私だけですか？いや、だからといって聞かないでと言ってないですけど、ぜひ聞いて頑張ってください。はい、隣のすずめさんさん、高校受験の時に好きな女の子がどこの高校に進学するのかすごく気になりました。あ、気になってる人がどこに行くのか気になりますね。こういうのね。トワイライトムーンさん、調理師専門学校で学んでいた時、フグ免許の受験機会があり、お、実技のフグをさばき、各部位の名前を覚えるため何匹ものフグをさばいた思い出があります。練習の甲斐あってフグ免許取得することができました。え、こういうやつやっぱり一匹何匹もさばかはったらその後って食べるんですかね、みんなで。た、でもフグやしどうなんですかね。た、ね、食べたいけどどうなんやろ。はい、名古屋の高橋さんは、この方は、私1年浪人生活を送っていたので、あの1年勉強漬けの中出会った人たちはかけがえのない仲間です。中でも強烈なインパクトのある思い出はセンター試験受けるとき、その会場へ予備校仲間と一緒に向かったんですが、その友達の出身高校の近くだったので、その人について行って、なかなかたどり着かない、なんか遠くないっていろいろ見渡したら、まさかの全然違う方に歩いていて、慌てて2人で走ったのは忘れられない思い出ですと。いやー、1年浪人わかります。あの、私も1年浪人してますのでわかる、ね、でもなんか私はその時があったからこそ大学のその今のなんでしょう、仲良くなった友達たちと出会えたし、なんか1年浪人してよかったなって今となって思いますね。いろんな人生がね、いやこれでよかったって今はすごく思うので、なんか頑張ってる人頑張ってください。その時大変やけどね、うん、わかる、すごくわかる。はい、まだまだ来ておりますけれども、引き続きお付き合いください。内田屋 J カントリー。カモ繊維という会社をご存知ですか？日本から体の冷えをなくしたい、そんな思いで新機能素材キル岩盤浴 BS ファインを生み出しました。1年365日あなたを冷えから守りたい。繊維の力で明日を変える、カモ繊維株式会社。内田屋セブンスアルバムミュージックボックス。心と耳に馴染む歌声とハーモニー、そしてどこか懐かしいメロディーライン、ハートフルなサウンドであなたの心のオルゴールを奏でます。内田屋セブンスアルバムミュージックボックス、詳しくは内田屋オフィシャルウェブサイトにて。内田屋 J カントリー。さあ、生放送でお届けしております内田屋 J カントリー。ここでイベントのお知らせです。まずは、富士の森神社手作り市が2月の20日20日の日曜日でございます。今週末ですね、日曜日に富士の森神社手作り市、時間は2時頃から私歌います。場所はね、あの屋外で、神社の境内になっております。あの屋根があるので、見る方もやる方もどっちも屋根あるので、雨が降っても何かが降っても濡れないから多分大丈夫です。濡れない濡れない。でも寒いのでね、皆さんあのしっかり防寒して、あのそしてコロナ対策もしっかりね、マスクしていらしてください。あのいろんなお店もね出ますので、観覧無料となっております。そして、2月27日日曜日は京都オープリカントリーミュージックコンサート10時開演、あの京都府立テルサホールであるんですけれど、私の時間は1時10分13時10分から歌います。
チケットは前売り3000円、当日3500円で、このチケットね、富士の森神社に持っていきますので、よかったらゲットしてください、はい。そして3月12日土曜日はゼスト池五湖町音楽広場ありますので、1時50分からね、そちらもよかったらぜひいらしてください。こちら観覧無料となっております。はい、そしてもう一個ね、新しいのが3月27日日曜日に亀岡でありますよ。音楽が奏でる最高のひととき in 亀岡、3月27日日曜日、ガレリア亀岡コンベンションホールで開催されます。こちらもね、観覧無料となっておりまして、私2時40分頃から出演となっております。またね、詳しくはお話ししていきたいと思います。さあ、来週のメッセージテーマ、来週は慰めてほしいこと、皆さんの慰めてほしいことを送ってきてください。私が全力で皆さんを慰めていこうと思いますので、多分時々はちょっとね、独白かもしれないですけど、皆さんの慰めてほしいことを送ってきてください。はい、お待ちしております。さあさあ、行きましょう。あ、私のいろんな情報はですね、青い空ブログ、内田彩青い空ブログに載ってますので、内田彩彩はね、ひらがなで検索してください。ミュージックビデオとかも YouTube にアップされておりますので見てください。さあ、まだまだ受験の思い出いきましょう。高知のとこちゃんさん、次女の大学受験の二次試験は親子面談でした。試験官は娘に一番尊敬する人は誰ですかと聞き、私はヘレン・ケラーとかナイチンゲールとかの名前が出るのではないかなと思っていましたが、はっきり父ですと答えました。途端に私はうるうるになってしまいました。それ以来この子に一番甘くなったのではないでしょうかと。いや、でも親子面談で横お父さんいたらもうそれ言うしかないどうやろうどうやろうどうやろう。クーさん、受験勉強はいつもラジオを共に夜遅くまで頑張ってました。休憩も多かったけどね、勉強のなんかこの休憩時間の方がむしろ長いんじゃないかっていう勉強になっちゃいますよね。お友達といっぱい喋ったりとかね、ある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 。他にもイージーライダーさんに、小結藤の山さん、破れ傘さんに、れいちゃんさん、れいちゃんさんも緊張してお弁当が喉通らなかったの覚えてますとね。そうですよね、緊張する。ひろみなかぎょうくさん、財布の中身13円さん、三重県のゆっきーさん、ジョニーさんに、心はいつも青春さん、ニクさんに、かっちゃんさん、ロスティーさん、あついでさん、かつらのとっしーさんに、えのまさやさん、そして彦根のどなちゃんさんに、けいさん、あんさん、まりっぺさん、月光の男さん、鴨川ギャルさん、サンフラワーさん、ひろちゃんさんに、彦根城太郎さんに、まこっちゃんさん、天野純さん、田舎のくまさんさん、そして山田のハム太郎さんに、きらめいピンクさん、そしていけるかな、ジンさん、そして松永スキップさん、ありがとう、バイバイ。この番組はキル岩盤浴 BS ファイン、加茂繊維の提供でお送りしました。